こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回は必勝アリーナのイベント解説をしていきます。バッティングトラベラーが順番的には来ると思っていたので、個人的にもね、動画撮って先ほども編集も結構いいところまで進めて更新を迎えてたんでね、かなりちょっと驚いたんですけれども、まあ、かなり短めな開催スパンでの再登場となっております。累計回収効率よく進めるコツであったりとか、またもちろんランキング頑張っていきたいっていう方は、消費エナジーを少なくするためにも大事なポイントとか紹介していきますので、よかったら参考にしてみてください。過去のランキングの必要ボーダーとかかかったエナジー数とかも目安でご紹介はしていきます。それではやっていきましょう。ということでお知らせの確認ですね。ガチャが TS の2段、イベントが必勝アリーナ、そして待望のミキサーの解禁が来ております。純正オーダー組んでる方は、今回やるのは軽め程度にしてもらって、登場選手結構増えてからしっかりミキサーをしてもらった方が、必要な選手取り逃しにくいと思いますので、今回やりすぎないっていうのが一応注意点なのかなと思っております。12球団オーダーの方は狙いが結構登場してるんであれば、今すぐ引いてもらった方が狙いが当たる確率は高いので、どんどんやってもいいのかなと思います。そしてイベントの変更点を確認していきますが、今回は特になさそうなので、従来通りのものをご紹介をしていきます。では報酬の確認からですね。ランキング情報はイベント攻略の話をした後でご紹介をしていきます。そこだけ見たい方は概要欄の目次から飛ばしてもらっても構いません。で、今回は S ランクが確定している契約書があるんですけど、今回の TS 選手が当たる可能性が 33%、通常の選手が当たる可能性が 67% の契約書となっております。で、この報酬全て取り切れるかなんですけど、時間をしっかり取れる方であれば、エナジーを全く使わずに累計報酬回収しきることが可能になっております。このイベントでは試合に勝つことによって勝利ボーナスっていうのを発動するんですけど、マックスの 150% を維持できる期間が短いという方ですと、累計回収するのにエナジーを使わなければ終わらないというふうなイベントとなっております。そのため 150% ボーナス維持をできないっていう方は、あえて維持できる状態 150% 状態の時にエナジーを多めに使って進めてもらった方が、最終的なエナジー消費比較してみると少なく済むっていうこともありますので、時間の取れない方は一度まとめて40試合とかやるみたいな日を作るっていうのも面白いのかもしれません。それで早めに終わったら Vlog に移るとか、そういったことも検討するといいかなと思います。で、そして A ランクも TS 選手が当たる契約書、ランダムが3枚、そして選択が2枚ありますので、オーダーに入る S ランクの TS 選手が当たりましたら、限界突破にこの A ランク使っていただけるといいかなと思います。もしくは狙いの S ランク当たらなかったとしても、通常の S ランクで登場する可能性のある選手も一部いますので、そういった選手を選ぶっていう選択肢も取るのはありかなと思います。ということで、実際にイベントを進める際のコツを話をしていこうかなと思います。まず1つ目が、勝てる育成オーダーを編成しましょう。このイベントで対戦する相手は、自分の戦力値近めにしてくれるとか、そういったなんか調節はしてくれない相手になっておりますので、勝つためにはオール育成選手だけのオーダーだと、難しいっていうことがよくあるかなと思います。このイベントで引き分けたり負けたりしてしまうと、勝利ボーナスが1段階ね下がってしまうということが起きてきますので、イベントの名の通り必勝を心がけてオーダー編成をしていきましょう。一番楽なのは、個人的には野手スタメンオールエースにしちゃうことかなと思っております。ちょうどスピリッツ的にもほとんどの相手に勝てるかなっていう戦力になりやすいと思いますし、野手の出番操作でホームランを打てたりすると、時間だったり出番の回数とか少なくすることができて、サクサク進めやすいかなと思いますので、それ以外は育成オーダー、野手だけがっつり強めの選手を使うとか、そんな感じで編成してもらうとやりやすいかなと思います。初心者の方とかだと、幻突の関係とかで野手スタメンだけ強くしても勝てない相手も出てくるかもしれませんので、そういった際は投手の方で強い選手も編成するっていう感じで、相手の戦力を見てうまく調節をしてみてください。ポイント2つ目は、自走差をやっていきましょう。活躍ゲージに到達できるか次第で追加のポイントが獲得できるか変わっていきます。で、もしランキングやっててしんどいっていう方、楽をしたいっていう方は、前にちょっと今出てないんですけど、スザクが相手だった場合は自動進行で、どんどんサクサク進めてもらって、獲得ポイントが多い交流が来た時はしっかりとリソースをするみたいな感じで、相手次第でうまくやり方を変えたりしてやっていただけると、そこまで損はしづらいのかなというふうには思います。3つ目、 150% のボーナスをなるべくキープをしていきましょう。制限時間がボーナスにはあるんですけれども、試合後の60分と試合中にも60分の、制限時間がありますので、理論上自然回復のスタミナのみで 150% ずっとキープしてやり続けるっていうことも可能になっております。ボーナスが切れないように、タイマーとか設定してもらうと、慣れてくるとね、やりやすくなってくるかなって感じですね。で、個人的には例えば今試合が終わったのであれば、その瞬間にこんな感じで、タイマーセットしてもらって、このタイマーがまた鳴りましたら次の試合に入っていきます。で、この試合開始で、試合画面に入っていってから、またタイマーのボタンですね、こちらまた設定してもらって、
またタイマーが鳴ったらその試合を再開していくみたいな流れですかね。まあ、なので日々の予定が多い人ほどね、このイベントはちょっと毎度ボーナスが切れがちで損した気分になりやすいっていうのがちょっと微妙な点ではありますね。まあ、なのでそういった方は 150% 時点で多めに試合をこなすみたいな感じのことをエナジー使っていいのでやってもらった方が結果的にエナジー消費少なくなるかなとは思います。まあ、注意点としてはこの極み勝利報酬というのがありまして、特に3回目ですね、ここの報酬は結構いいものなので絶対取り切るように、もう初日とか2日だけで終わらせないようにっていうのは大事かなと思います。まあ、交流極み自体もね、あのポイントは高い相手になってますし、発生または勝利した時に 110% になるっていう得点もあったりするので、まあ、それも活用するっていう意味ではうまく調節してね、まあ、できるだけ全ての極み勝利報酬取れた方が、まあ、理想的ではあるのかなとは思いますね。まあ、もしも早くやりすぎてしまった方は V ロードに戻るとかそういったこともしても問題ないのかなとは思います。まあ、もしくはランキング報酬低めの順位に早めに終わった方は、まあ、この辺だったら入りやすいかなと思うので、まあ、この特訓コーチが欲しい方とかは、まあ、引き続きイベントを進めていくっていう手段もとっても面白いのかなとは思います。まあ、ただ時間制限があるんでね、結局それ活かしづらい人がそういうやり方しちゃってると思うので、まあ、基本的には早めに終わっちゃったら V ロードに移るっていうのが無難かなと思いますね。そしてイベント攻略4つ目ですね、相手の選び方なんですけど、ポイントが多い相手をまずは選んでいきましょう。まあ、特に序盤ですとこんな感じで明らかに獲得ポイントが違う相手が、ね、たくさんいるんですけど、その中で一番今回ですと9161のこの S ランクの相手を選ぶみたいな感じでやってみてください。明らかにポイントが低い相手ばかりしか登場しなかった場合はこの対戦相手更新とかも使うのもありだと思います。でその他ですと、まあ、交流だったり宝玉持ちっていうのは優先して倒していただければいいかなと思います。まあ、交流は、まあ、極みと初級みたいな感じとかじゃなかったら、まあ、基本的にその2つ以上同時に発生がしないので、まあ、次の交流が発生する枠を開けるために、まあ、すぐに倒すっていうのが大事かなと思います。で宝玉持ちの相手を4つ倒すと交流極みが発生するんですけど、まあ、自分が寝る前に4つ目の宝玉持ちの相手が発生しているような状況になるのが理想かなと思っております。まあ、理由としてはこの攻略5つ目の交流極みを発生倒すタイミングなんですけど、まあ、この交流極みは発生もしくは勝利をした時に 150% に一気にボーナスが上がるっていう風な特性があります。なのでボーナスが途切れてしまった後に発生させていくっていうのがお得になっております。でここで誰もが共通してボーナス途切れるのは、まあ、寝た後だと思いますので、まあ、寝る前に4つ目の宝玉持ちを発生させて、そして起きたら4つ目の宝玉持ちを倒すっていう流れをしてみてください。そうすることによって朝一から交流の極みが発生した瞬間に 150% 状態にできるので、まあ、そこからすぐね 150% で試合ができるという風になっていきます。まあ、これは寝る前に4つ目の宝玉持ちの試合をやって、まあ、試合中の放置したとしても結局まあその試合のボーナスが途切れちゃうので、まあ、どっちでやっても同じなのかなと思いますね。でそして交流の極みは獲得ポイントも多いので 150% 状態でその極みを倒していただけると大きくポイントが獲得できるので、そういった流れで毎日交流極みを倒すようにやっていってください。毎日15時に交流極みの倒す回数リセットを行われますので、まあ、それまでに倒し忘れがないように気をつけてみてください。攻略6つ目がお守りを使うタイミングですね。ボーナスが 150% になってるっていうのが前提で、累計撤退の方だと交流と朱雀4万8000ポイント以上の時に使うといいかなと思います。まあ、一番良くないのがお守りが余ってしまうっていうことになりますので、積極的に使っていくのが大事かなと思います。まあ、その中で獲得ポイントが多めなのが朱雀4万8000ポイント以上だと思いますので、まあ、その相手にどんどん使っていただければいいかなと思います。そしてランキングやってるっていう方だと基本交流のみをやってください。そうでないと、まあ、すぐお守りが切れてしまいますので、交流だけ基本的にやって、まあ、50試合以上とかやったりするとちょっとずつお守りが増えてくるっていうことはあると思いますので、まあ、それでお守りが増えてきて余裕が出てきたら朱雀4万8000、まあ、4万9000以上かな、まあ、そのぐらいにやっていただければいいのかなと思います。以上がイベントの進め方のポイントになってますので、ぜひとも押さえてみてください。そしてイベント期間でのおすすめの特典ですね。こちら累計撤退で終わらせるっていう方はスタミナ回復を選んで 150% 状態でね、多く試合をこなすっていうことに役立ててみてください。でランキングをやるっていう方は、まあ、その日にできる試合数によって使い分けしてもらえればっていうところで、ものすごく試合をこなせる日だったら経験値アップの方がおすすめになります。ただし自然回復分しかこなせないみたいな日もあるかもしれませんので、そういった日はスタミナ回復を選ぶのもありだと思います。で今回の特典のスケジュールこんな感じで、29日からスタミナ回復40が可能、31日から経験値 1.5 倍が可能となっております。まあ、そのためできるんであれば31日の朝からですかね、そこから 1.5 倍を使ってものすごい試合数こなせっていうのが経験値的には一番美味しいんですけれども、まあ追い上げ的には正直大変だったりしますので、 1.5 倍があるから後からやろうとか無理に考えなくてもいいのかなとは思いますね。早め早めでがっつりイベント進めちゃう方
がランキング10位に入るには予定通り行きやすいと言いますか、まあ、危険が少ないっていうところはあるかなと思います。それでは過去のランキング情報をご紹介していきます。まずは消費エナジーからで、個人的な記録にはなるんですけど、過去3連続で必勝アリーナ5000円に入っておりまして、前回の OB6 段は非常に威力430でゲットできまして、前々回は660、ちょうど1年前の TS の2段が768という風な消費エナジーになっておりました。で、今回どのくらい激しくなりそうかなんですけども、まあ、基本的には1年前の TS2 段と同じような感じをイメージしてもらうといいのかなと思っております。まず OB6 段とかの緩さにはならないっていう感じですかね。 OB6 段は特に3月開催で2週間後にはもうスピリッツ200高い選手たちが登場するっていう時期だったので、報酬に限界突破コーチが初めて必勝アリーナでは確か導入されてたんですけども、それでも全然ランキングが激しくならず400、500とかで選択 S ゲットできたっていう感じでしたね。まあ、今回はシリーズの割と序盤目のランキングとなってますので、まあ、その辺のスピの価値も割と高めで、メンバーもまあ悪くはないのかなぐらいだと思いますので、まあ、基本的には1年前のところと同じぐらいを想定してもらうのがいいのかなと思います。で、続いて必要だったボーダーですけども、過去3回ですとこんな感じになっております。まあ、1年前ですと5000円が 2.3 億、めちゃめちゃ緩い前回 OB6 段が 1.5 億といった感じになってましたね。累計5回から 7.6 回分ぐらいのボーダーとなっておりました。まあ、1年前と比べますと限界突破コーチが追加されているというものがありますので、もしかしたら1年前のものよりもボーダーが少し上がるっていうこともあり得るかなと思います。まあ、特に繊維頑張る方は要注意って感じですかね。まあ、スケジュール的にそれがこなせるかっていうのは考えてからランキング参戦するといいかなと思います。はい、では、ミキサーの前に契約書少し溜まってもらう開封をまずやっていきます。確率契約書系ですね。演出が契約書で今までのガチャ演出がこれからは出てくるっていうことでしますよね。ちょっとまあこれはまあ今まで通りか。演出今までね S ランク確定をはっきり覚えてないんですけど、ちょっと渋めでしたね。飛ばしましたがどうでしょうか。あと2枚あったかな確率。ほい、ラストないか。それではミキサーの方やっていきます。狙いは山本由伸投手になってますのでそこですね。はい、であとは純正の補強もやっていきたいなっていうところになっております。まあそんな S ランク多くないですね。まあ、毎回のミキサーで僕使い切るってことはあんまなかったんですけど、まあ、去年の私立のミキサーでちょっと使い切りすぎちゃいまして、まあ明らかに今回久々になんか余裕のない感じですね。あんま回数はこなせない感じですが、まずは1回目やっていきましょう。演出が変わったことによってあれですよね、新選手確定もわかるかもっていうのが面白そうですよね。なのでちょっとバットに当たるか、当たったら確定でしたっけ。その辺ちょっと見たいんですけどどうですかね。ちょっと長いな、やっていきましょうか。いやー、大和投手欲しいな、めちゃくちゃ。どうにか、おお、これ新選手ってことですかね。そういうの分かるのは結構いいかもしれない。さあ、いいねいいねいいね。さあ、吉野さん、おお、宮城さん、あ、でもいいね。うん、リーグ補強もできるし、純正、まあまあまあ、純正補強、うん、オッケーオッケー、ナイスですね。そこそこに狙ってました。さあ、では2回目ですね。まあ、合計3、4回ぐらいしかできなそうなんですけどね。なので、ちょっと怖いんですけど、行きましょう。まあ、純正的にはリアタイで、トングー選手がね、結構欲しいんです。おーいいいね、面白いね。さあ、飛ばしちゃおうかな。新選手確定です。吉野さんがトングーさんに取ってほしいですね。さあ、来い！うわー、外した。ちょっと使いづらいですね、純正的にも。では、3回目、ちょっと圧縮2人かけていこうと思います。ちょっと自チーム選手が被りすぎちゃって。その時にもうミキサー回数ができなかったら圧縮できなくてもったいないので、もう早めにもう使っちゃっていきます。これで13分の1で山本投手のところが11分の1になると、 7.7% から 9.1% に山本投手確率がアップです。 1.4% アップ、しょぼいなしょぼく感じる。あ、新選手、オッケーオッケーオッケー。新選手も多分あと9人ぐらいしかいないと思うんで、多分 10% 以上あるぞ山本投手確率。 10% 以上引け、吉野さん、あー、森さんはいいね。オッケー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 。12球団リーグ補強はバッチリですね。まあ、純正もまあまあリアタイまあ使ってもいいかな。うん、ナイスですね。はい、で4回目ですね。新選手があと7人いますので、まあ、演出が来た時は7分の1で吉野投手、 14.2% で吉野投手ということになりますので、まずは演出を当てていきたいところになっております。小山選手とかは極みで持ってるんで、この辺は投入しちゃうっていう感じですね。ちょっと高橋選手は残したかったかなけど、まあまだ一旦特別強くならないかな。さあ行きましょう。吉野さんがとにかく欲しいです。バット演出お願いいたします。まずは当たってくれ。
いやーないか。え、これ一気に冷めるな、ここで。うわー、さあ、はい、うわー、また森さんや。はい、じゃあもうこれいないんで、もう入れる選手が。これでラストになります。森選手圧縮なんで12分の1で吉野さんです。 8. 何パーとかかな。で、新選手は7分の1になるんで14パーかな。バット当たれば14パー、いきましょう。いや、怖え。ただこれはもう狙わずにいられんの。最悪トングさんでもいいけど、とりあえずバット、まずは新選手確定お願い。いや、ちょ、怖いわもう。いや、行こう行こう行こう。あー、また近藤さんや。あー、いつあって吉野さんアニバかな。セレクションも出そうな気もするし、選択福袋尻ワン取るっていうのはちょっと微妙だからな。取っておきたかったですけど、しょうがないですね。はい、じゃあ今回は一旦以上になります。また挑戦するかもしれないですけど、はい、こんな感じでプロスピの情報とか紹介してます。よかったらチャンネル登録、高評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。